皆さん、こんにちは。여러분、안녕하세요。오늘은요、リムジンバス타는법、リムジンバスの乗り方についてお話ししたいと思います。で、まず、インチョン空港を降りまして、チケット売り場のところに行きます。で、行って、最初、目的地を言いますよね。例えば、ソウル駅だとすると、ソウル역까지가는티켓주세요。もしくは、ソウル역까지가고싶은데요。もしくは、もし難しかったら、ソウル역이요でもいいです。で、もし、行っても通じないっていう場合は、紙にソウル역ってハングルで大きく書いて見せてください。そうすると、間違いなく買えると思います。で、その後、受付の、チケット売り場の人が、몇 분이세요? 몇 명이세요? って聞きます。何人ですか?って聞かれたら、한명이요、두명이요、세명이요。こういうふうに答えます。もし、お子さんがいらっしゃる場合は、어른두명、어린이두명이요。이런식으로대답하시면되고요。で、それから、そうですね。インチョン空港すごく広いので、どこで乗ればいいかわからないと思うんですね。なので聞いてください。어디서타면돼요?って聞くと、7A とか 8A とか 7A、8A とか出口の番号を教えてくれるので、そちらに出ます。出るといくつかバス停が見えるので、ソウル駅、ソウル역って書いてあるところを確認して、その列に並んでください。で、外にもリムジンバスのチケット売り場があるので買えます。で、並んでると、リムジンバスのスタッフもしくは運転手さんが、짐넣어드릴게요、짐주세요って言います。で、バス乗る前に、バスの大きいトランクに荷物入れてくれるので、荷物を渡してください。で、その後、バスに乗りますよね。で、乗ると、バスの運転手さんが、티켓보여주세요、티켓주세요って言います。で、チケットを渡すと、お客さん用と運転手さん用で分かれてるので、半分ビリビリって、切って、お客さん用をもらいます。で、その後席に座ります。で、これで終わりです。で、リムジンバス2種類ありまして、普通のバスと高級バスがあるんですけれども、普通のバスは1万ウォンぐらいかな。あと、高級は1万5000ウォン、そんなに変わらないです。で、高級のリムジンバスだと、すごく席がゆったりしていて、ゆったりしてるので、快適に目的地まで行けると思うので、おすすめです。これぐらいでいいのかな。はい、今日のレッスンは以上です。はい、それでは皆さん、さようなら。ダーメットベア、バイバーイ。